環境問題対策としてペーパーレス事業を推進していきます。具体的にはどんな政策を？ペーパーレス事業は紙を減らすためにありますから、紙を減らすために全力を尽くします。なんか同じこと言ってね。ペーパーレスって働き方改革の重要施策にも挙げられているらしいですよ。うちには関係ないけどね。ここ治外法権なの？お前ら今月の給料だ、500円。小学生のお小遣いじゃん。時代はペーパーレスだからな、給料にお札を使わないことにしたんだ。じゃあペーパーレスに協力してやるか。世界から紙がなくなるとどうなるのか。ペーパーレス化が進むと、ペーパーレスのために仕事を進めて電子化したぞ。こういう時だけ無駄に対応早いよな。なんか紙使うと罰金らしいからな。でもまさか500テラバイトのデータ量になるとはな。テラバイトってお経唱えたりする仕事かな。テラのバイトだと思ってる。おかげで社内ストレージがやばいことになってソリティアもアンインストールする羽目になった。今は紙のトランプ使ってアナログでやってるくらいだ。そこはペーパーレスしないんですね。まあそういうことだから、お前ら絶対に紙使うなよ。もし使ったら来月の給料はどんぐりだからな。給料がどんどんエコロジーになっていく。でもいきなり電子媒体だけじゃ困るよね。慣れるまで大変そうです。いやメリットも大きい。え、例えば電子化したことで荷物はかさばらなくなったし、契約書とかも保管の必要がなくなったからな。確かに書類をなくすこともないし、資料を探す手間を省けるのはメリットだ。なるほど。いやいや、それでもデメリットの方が圧倒的に大きいでしょ。そうか。だってペンギンのデスクにこっそり仕事を置いておけないもん。圧倒的メリット。出世。なあペンギンもお昼？エナドリ買いに来た。200円です。はい。あーすいません、うち現金払い対応していなくて。え、お金もすらなくなったので電子決済のみ対応となっております。まさか現金が使えなくなるなんて。すっかりキャッシュレスの時代だね。お札使わなくなったのは某企画だけじゃなかったんだよね。あれは給与レスだけどな。あ、パンダは？そういえばトイレに行くって言ってから戻ってきませんね。またサボりか。誰か紙がない。なあ、そういうことか。待ってきて。自分が持っていきますよ。確か予備のトイレットペーパーがこの辺りに。やっちゃろう。え、ペーパーレスだと言ってるだろう。ケツ拭くのに紙なんて使うな。いや、さすがにそれは無理じゃ。生活必需品だろ。なら代わりにこれを使え。何これ？ケツ拭くための布だ。これなら洗って何度でも使えるぞ。きったね。それはいくらなんでも。そもそもお前ら野生にいた頃は紙なんて使ってなかっただろう。これで我慢しろ。くそ、上司か。草だけに。静かに。紙がなくなると、ペーパーレスは順調のようですね。ええ、万事うまくいっております。これで私のチームは安泰だが、より強固なものにしなくてはならん。ところで例の物は？これが願いが叶う例のあれです。素晴らしい、まさしく例のあれだ。例のあれでございます。では早速例のあれから例のあいつを呼び出してくれ。お任せください。出てこい、例のあいつ。いかにも、私が例のあいつ、例の神だ。貴様の願い、一つだけ叶えてしんぜよ。環境問題を改善するために、この世から全ての神をなくしてくれ。この世に神など不要だ。喧嘩売ってんのか。神ではなく、神の方です。ああ、そっちか。それなら、たやすい願いだ。貴様の願いは叶った。支払いは口座にしてやろう。ああ、有料なのね。ということだったから紙はもう使えないぞ。環境問題改善そのものを叶えてもらえよ。大変です。使用書とかマニュアルも全て消失してます。そんなもの電子媒体で作り直せばいいだろう。資料作っといてくれ。ふざけんな。大変だよ。今度はなんだ。クソ激レアプロモ美少女プレミアカードが全部なくなっちゃってんじゃん。クソどうでもいい。とにかく紙で保存してた資料は電子で作り直してけよ。はあ、なんでこんなこと。ね、思ったんだけど、昔の資料とか上司も覚えてないんじゃない？もう適当にやって作ったことにしようよ。いいですね。じゃあ一旦休憩するか。全世界から紙がなくなったことで、今まで大量生産大量消費していた梱包材、紙袋、紙ストローなどを完全廃止することができました。ですが大臣、紙が使えなくなったことで代替品のプラスチックゴミが問題になっているとの指摘がありますが。え、マジ？他にも教科書やノートが消失したことにより教育現場への悪影響が騒がれていますが。あー、もうお時間ですので会見終わります。ふざけんな。どこも大変なことになってるみたいだね。だな。おい、お前ら、新しいモニターの使い方分かるやついるか？知らん。自分もです。困ったな。まあ仕方ない。
取説読むしかないか。確かこの辺に。説明書も紙だから消えてるんじゃないですか。あ、紙どころかモニターまで使えなくなってるじゃないですか。これ紙がなくなった影響って案外やばいんじゃないか。知識の消失。数ヶ月後。まさかたった数ヶ月でこんなことになるとはな。ほんとだよね。あれ、向こうにあった工場なくなってませんか。整備マニュアルが消失して稼働できなくなったらしい。電子のデータなかったのかな。多分記録していた情報が消えたんだろうな。え、どういうことですか。紙媒体の古い記録が全て消えて、これまで人類が蓄えてきた知恵や英知は消滅した。国は急いでバックアップを取ろうとしたみたいだが、あまりの膨大な量にデータがパンクし、記録できていた情報も消えてしまったらしい。やばいじゃん。その結果がこの街並みなんですね。古い知識も消失して新しい知恵も蓄積できなくなった。これから文明は退化していく一方だろうな。もう滅びを待つしかないんですかね。どうだろうな。いや、まだ方法はあるでしょ。え、何か世界を救う方法があるんですか。数年後。これがこの村に古くからある例のあれじゃ。持っていくとよい。おじいさんありがとう。まさか本当にあるなんてな。案外なんとかなるものですね。よし、出てこい例のあいつ。いかにも私が例のあいつだ。貴様の願い一つだけ叶えて死んぜよ。この世界を紙のある元の世界に戻してくれ。ち、え、仕事の指示で仕様を変えた後元に戻せって言われた時の気持ち、わかるか。本当にすみませんでした。痛いほどわかりますもんね。まあよかろう。その願い、叶えてやる。ああ、世界が。元に戻っていきません。貴様の願いは叶った。次回のご利用時は 5% オフにさせていただきます。割引あるのか。これは、本か。久しぶりだな、この質感。いろんなことが書いてありますね。これ一冊ですごい情報量だよ。紙っていうのはただの素材じゃなくて、俺たち人類が紡いできた歴史そのものだったんだな。その通りだね。さあ、早速本を読もう。はい。なんか読みにくくね。かさばりますね。めくるのもいちいちだるいしね。ふん。やっぱり紙より電子が便利だな。そうだね。じゃあこっちで読むか。楽天コボで。なんで楽天コボだな。楽天コボは楽天グループが運営する総合電子書籍ストアだから、ポイントを使って読書ができてお得なんだ。しかもお得なクーポンやキャンペーンまであるらしいです。もっと詳しく教えてよ。なんと初めての方限定で初購入金額がポイント70倍になるんだ。ポイント70倍で暴飛の給料より高いじゃん。他にもすでに楽天コボを使っている方は誰でも使える最大 15% オフクーポンでいつでもお得に読めます。無料で読める作品も数千種類あるらしいな。まさに社畜の味方ですね。もちろん書籍のジャンルも豊富だ。コミック、小説、ビジネス書、ラノベ、雑誌、洋書など取り扱いは400万冊以上。やっぱり今は神より大事。これはもう楽天カバで本を読むしかない。なあ、てめえら、その前にやることがあるだろう。会員登録ですか。違う。お前らが例のあれを探している間に溜まりまくった仕事だ。は、神が復活したおかげでまた仕事が拝めるようになってよかったな。ねえ、ペンギン、もう一回例のあれ探す。ああ、そうだな。今度はブラック企業を世界から消してもらおう。石油に僕はなる。いきなり何ですか。石油ってめちゃくちゃ儲かるんでしょ。僕は日本で油田見つけて石油王になるんだ。ってことでペンギン、早く油田見つけてきて。そんなことしなくてももうここにあるだろう。え、次回人工石油が開発されたらどうなるのか。だってお前いつも仕事せずに油売ってるじゃん。うまい上司。おい上司。ああ悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバフターの関係、次の山札を読む関係。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では。いや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 、どうした。何これ。ソリティアだぞ。いや、ソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。ああ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。